はい、メダ家族ドアスイーツもご視聴の誠にありがとうございます。偶然にメダカ屋さん見つけました。はい、その名もおっちゃんメダカ、行ってみましょう。こんにちは。やめます、顔が出るの。顔は出てみる。あ、いいんですか。テレビもラジオも何回も来るもん。あ、そうなんですか。いろんな人が来る。今10年ぐらい。もう疲れてる。疲れた。疲れてるよ。お客さんいねえもん。あ、そうなんですか。ばったりだよ。ばったり。どれぐらい前からですか。去年の終わりぐらい。まあ去年の、そうだね。世の中メダカ出来出したのは去年からだからね。うん。やっぱり応えるよ。ピタッと。止まった。完全止まりじゃないけど、お得意の、それはまあ、いつも来てくれる人は来てくれるのよ。うん、その新しいお客さんがね。しょっぱなメダカでも買いましょうかって。今ゼロじゃないんだよ。うん、やっぱりちょこ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 来てはくれる。でも一時ほどじゃない。そうなんです、いいですか、見ても。お邪魔します。すごいね。結構数多いですね。まあね。あ、グッピーブルーグラス。お、本当すごいじゃん。クラフトの方が。いや、全然バッチリじゃん。綺麗に映ってます。バッチリ。機械がいいんだね。バッチリいいから、おっちゃん映らなくても。おっちゃんいいから。メダカとおっちゃんはあんまり関係ないから。そうですか。全然関係あると思うけど。見事でも見事だからね。見たいことしてないからね。もう全然。いや、でも全然いい。全然やる気ないし。やる気ないんですか今。だね。今年、去年から。寒くなってから。あ、寒くなってから。ラメメダカはこっちです。もうラメになってない。全部売り切れでしょ。売れてんじゃないですか。どう、売れるね。だから売れるのよ。去年ほどじゃないっていう話で。それはお客さん来てくれないともうやめる。やめるんですか。いや、来てくれなきゃね。やめませんよね。でも今はやめないよ。まだまだね。まだやめる段階までは行ってない。だけどね、うん、まあまあ今年来年ぐらいまで辛抱すればを、うん、また客は戻ってくると。戻ってくる。そんなにわかにね、で店みたいにしてさ、うん、ポッポってやったって売れるわけないんだから。あ、そうなん。もうおっちゃん10年やってきて分かってるから。あんな八百屋さんみたいな、スーパーみたいに売れるわけないんだから。そう。これも一時期流行りでさ、うん、あそこにメダカね、安いのおるからってさ、何人かは買ってくるよさ、うん、だからやっぱある程度メダカはだんだん分かってくるけど、うん、色と形とかだん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 このみんなあれがしてくるわ。そうなるとナイロンのビニールの袋に入れてるよメダカなんて、メダカなんて花もなるから、うん、色が冷めるから。何が売りですか一番。去年から今年にやっぱりラメ系が一番。はい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 。それで一番売るのが陽気比。陽気比。陽気比、みゆき。これがもう定番。あ、これなんか、なんか黒酢とかのあれに似てますね、これ。違います？黒酢？まあ、黒酢とは限らないけど、うん、こういう壺はもうどこでもあるから。壺を切ってるんだ、パーッと。なるほどね。え、自分でやったんですか？これ。なんか CM で見たことがある、この壺ね。あの、だから、なんか、黒酢の？あ、違うんだ。うん、まあ、
昔の人は何使った？ああ、結構古いんですか、もともとは。何が？壺。うん、壺、うん、古いんでしょうね。洒落てる。うん、知り合いの人が持ってきてくれるから、あの壺バーンって切るだけ。切るだけ、なんか手で今いいなぁ、いい味が出てる歯がないから。歯がない、あんまり顔を映しなくて。本当ですか、本当に歯ないの？じっとあるよ。何本？とこんどこ抜けてるから。もう本当に最近行かねえよ。全部あるみたいだけど、会社さんなんかいいよ。全部ある感じがした。ないね。それ初めて見たんだけど、ここまでこういう感じのヒゲは。いや、みんな生やしてるじゃん。この辺は？いや、この辺じゃないけど、結構いるじゃん。いやー、冬は寒いからマフラーの代わりに。それしない、もっとこうなるから春まで伸ばすやん、仙人みたいな。で、春になったら伸ばすんですか、これ。一時ね、冬の間だけね。で、また夏剃る。うん、もう夏っていうのは春、メダカがまた。メダカが産卵が忙しくなるじゃん、探し生頃。もうその時は坊主にピシャッとヒゲの。それは産卵とやっぱ関係ある？時期は。汗かいて汚いじゃん。ああ、そういうことか。暑くなるから。今は寒いから。ちょっとでもマフラーが。ぬくい？あったかい？わかんない。わかんない。自分が思ってるだけ。なるほど。まあまあ、わかりやすく言えば。いい。武将や。いいね。武将もいい。いいね。わかりやすい、これ、ほら。これはどう、1位ってこと？違う。そこにほら。番号？そこのガラス瓶に。ああ。汚くなってる。それに番号。くじ？そう、くじ引き。くじ引きして遊ぶ。もう、そう、中の端を変えないともう、カビが入って汚くなる。カビが生えてる。ああ、端に。そう、それに全部番号を切ってさ。あ、さ、さつまいも？そうそうそう。もう昨日カカオかと思ったりし、昨日忘れた、食べようと思って持ってきたの。へえ、面白い。繁殖用メダカ、非売。あ、金魚も、金魚もいる。へえ、金魚いいです。金魚がいい。グッピーもいる。グッピー上手にやってますね。なんで？すごい、こうなんてヒレがもう。入れてるだけ。かっこいいな。入れてるだけだよ。入れてみたいわ。入れてるだけでそんなんなる？だからメス入れとくとね。うん、子供産みすぎるからさ、別々にしとかんと。もうこいつらは1年か。もう10年前に飼育を始めて。もうその時からすぐ販売始めたんですか？そうだよ。それ目的で始めたんです。結構あれですね、古いです。最初はこの辺だった。ランチューを最初始めたの。友達がブリーダーやってるから、うん、大会に持っていくランチュー作ってたから、そっから分けてもらって始めて、ここ全部ランチューだ。それだけで面白くないで作るんだから。もう昔からここ住んでるんですか、おじさん。生まれも育ちも。いやいやいや、違うんですか。生まれ育ちは海外だ。あ、海外。島。本当？うん、桜島。種子島って知ってるの？知ってる知ってる。知ってる。鉄砲の。そう、ロケット基地って。ああ。そこ。な、それ子供の頃こっち来たんですか？ここに来てもう10…あ、まだ10何年？そう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 。そんなもん？そう。若い時はみんなほら都会おるから、はいはい、大阪におって、うん、島帰って、うん、親の手伝いして、うん、親の手伝いってサトウキビとか？うんうん、もちろんサトウキビは作ってなかった。普通の米農家だから、あ、手伝いをして、うん、親がもう死んだから、うん、別に島におる意味ないよね。うん、どんなとこでした？種子島。田舎よ。全くの田舎よ。田舎。もう仕事っていう仕事ないからね。結構暑いですよね。
いや、暑くはない。あ、そうなんだ、うん、夏の気温見たらここ4日涼しい。あ、カラッと。沖縄もそうですよね。カラッとしてる。あの、ムシムシしないから。最高気温がそんなにね、やっぱせいぜい32、3度ここだったら35、6度って言うじゃない。うん、あんなのムシムシしない。おじさんあっち住んどって、うん、で、やっぱ土地とかあったじゃないですか。うん、そういうのはどう、そのままや。あ、じゃああるんだ。もうあれ放題。あ、名義は変えてないんだ、そのまま。もう良くないから誰か取ってって、役場に。国有地になってんのかな。そうでもないか。いやいや、取らないよ、あいつが勝手には。うん、ずっと税金を追ってくるから。あ、税金はやっぱ払ってるんだ。言ってくる、言ってくる。じゃあ全然変わってないですね。だから、役場に言うね、取ってって。うん、うん。いらないって。うん、役場もそれはできない。あ、ちゃんと名義変更しろと。うん、うん、そういうのは困るから、土地はいらないから放棄するからって言うんだけど、うん、はいはいはい、それはダメなんだってね。あ、そうなんだ。そうするとそうやってもう年取って放棄するってのはもうそこら辺放棄だらけになるじゃない。うん、この管理しないと荒れ放題になるから、はい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 、それは許さないんだ。うん、だから名義の、まあ、お金がかかるもんな。そう、結局名義の人が管理してよって言ったら管理できないよ。なるほどね。面白かった。終わり？終わろうかな。うん、どうすんの、それを。それを？これを？今撮ったやつ。これを YouTube に上げる。全国の人がおっちゃんを見る。YouTube 俺結構晩はさ、寝るまでの間に。さっき知る、わかんないって言っとったじゃん。YouTube。その仕組みがわかんねえんだよ。ただ、YouTube。仕組みはわかんないですよ。俺もで、あの、プログラムの。違う、YouTube っていう、あれがあるじゃん、なんてアプリが。あるある。ああ、見てるんですよね。それずーっと見てるよ。ずーっと？だけどこんなん。ちゃんと開いてやって。開いてやってってどういうこと？え？いや、番組も？番組っていうか、チャンネルも見てる。ずーっと出てくるじゃん、勝手に。ああ、ちゃんと開いてますよね。開いてっていうか、あの、始まるじゃん、動画が。面白いな、ずーっと。メダカって打ったことある？あ、メダカって入れなきゃいけないの。入れないといけない。あ、そうなの。そうすると、メダカって例えば打つと、メダカばっかり出てくる。まあ、メダカばっかり出てきて、で、メダカ見ると、うん、この人はメダカが好きなんだなって判断されて、うん、AI に。したら次から、メダカ関連とかの動画が自然と出てくるよ。だから俺、釣りばっかり今。じゃあ釣りって、釣りを見たら釣りが。そう、ずっと出てくる。そういうこと。一時ね、うん、志村けん見てたら、うん、志村けんばーっか出てきよった。そうそうそう。最近もう出てこんようになった。見ようになったけんがね。今はもう、あの、女の子の、釣り、うん。女の子の釣り、うん、それ顔わかんないんだよ、マスクしてるから全然。うん、どんな子でどう、うん。まあまあ、若い子とは若い。うん、最近上手になったの、その子は。最初は下手っぴだった。成長を見てるって。そう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 、面白いの。結構面白いの。なるほどね。うん、まあいろんな人がね。そういうの見たり、あともうスポーツを見たいね、柔道を見たい。綺麗に映るわ。もう上手だ。これ、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 これ。上手、上手。ほら。お、すごいじゃん。性能いいんだね、これ。いや、きっと。メダカがいいの。いや、そんなことないよ。メダカがいいの。こんな暗いのによう映るもんやな。いいじゃん。おじさん。メダカこれ3色。3色って言うけど、完全、これね、錦っていう種類だからね、色鮮やかにはなんねえのよ。サファイアは？ラメルイだな。ラメは綺麗だな。青ラメっぽいね。面白かった。タモもこれ作ってんの？俺、友達だね。びっくりした。もう友達がね、電気屋してる。おじさんやるなぁと思った、今。違う。言えばよかったね、うん、違うわ。違うわ。友達がね、電気工事してるの。これすごいね、この玉。この長い。そいつ器用なんだ。上手に作るんだ。これすごい。これ使いやすい。使いやすい。この長いのは、うん。使いやすい。軽いね。そう。外なんかこう、金箔だよ。選別するときはいいよね、長いのがね。これいいじゃん。腰を曲げんでよくて。そう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 。でもこれ会員来るよ。これ見たら。これ。これ見てこねえだろ。来るよ。そうなの？でも通販はしないでしょ。いやいや、しない。できないもん。通販やればこれ全国から。いや、
この卵欲しいって。メダカやれっていう人がいるなら卵ぐらい出せよって、うん、じゃあ誰が採取して誰が送るのよって俺かって言うのね、できねえわそんなの。送ったのね。でやんないの。やんないの。じゃあダメだ。じゃあダメだじゃない。終わり。もう来た人だけじゃ。できないよもう。いいじゃない。今頃ね。じゃあもう通販なんて。これはこれ多分ね変わってるからね、この長さの。こういうのやっぱ欲しがる人がいるから。うん、何本か売れたんだよ。磨いといて。磨いといて。おじさん帰る、もう次のとこ。メダカの品種を取って歩いてるわけじゃないんだ。いろいろ。ただそのメダカ屋してるよ。ただじゃない。話。おじさんに出会うために来たの。なんか。うまいこと言ってね。怪しい。怪しいやつだな。そう。大体さ。いいキャラ見つけたなと思って今は。大体さ、どっか全然し、ね、しばねつだけ。鳥取。島根鳥取隣県。隣。田舎だね。田舎。そうでもないけど。ここよりは家があるけど。島根鳥取九州近いんだよね。山口にすぐ。いや、遠い。広島の上か。そうそう。上の方だね。うん。日本海の方だね。岡山ね。あ、岡山まで行かないか。うん、遠いね。まあ、広島から高速で。あ、行けるの。うん。いいキャラ見つけたなぁ、今日は。見つけてもどうしようもないな。サムネどうしようかな俺。え？サムネってね、あのなんて最初に画面に出るでしょかって、うん、おすすめで、うん、それで文字が書いてあるでしょ。これはなんだみたいなとかいろいろあるでしょ、うん。びっくりしたとか、うん、そういうのサムネっていう、うん、サムネイルって、うん。それはもう今サムネイルこれでいこう。毎日。これでいこうって何？ライオン発見。だかよ。鹿児島のね。ダメ？いいのいいの。ライオン発見でいい。テレビラジオ好きだよ。おっちゃんこんなアホやろ。な。おっちゃんなんかもう逆さになっても変わんないよね。なんか。来るのよ。逆立ちしてもなんか。逆立ちできないから。じゃあ帰る。もう帰んの？いやもう今度くるっと回る。じゃあ。メダカいっぱいあるでしょ。メダカ族ドエシタピヨヨンドロンします。おじさん元気で。ありがとう。また来る？まあ、わかんない。もう来ねえな。遠いもんな。元気でいてよ。じゃああんま元気じゃねえよ。なんか巻いとるんじゃん。ここ今病んでるからよ。何帯状疱疹ピンポーン、うん、分かる。なんか乳首になんか違う。これ大丈夫？あのね、違うの。シャツ擦ったら痛いねん。すごい鋭いでしょ。うん。ずれるから。腰じゃないなと思って。これで。胴巻きになったんだ。固定してんの。あら。動かない。病院関東。締めて。病院。病院関東。すごい痛いでしょ。すごいなんて。疲れてるん、それ。もうね、方針そのものはもう、枯れたの。枯れたの？ブドウみたいになったの？もうそういう形ないの。後がない。じゃあ、おじさん。さよなら、おじさん。仲間いっぱいいる。早く切れよ。